ゴブリン族か。奴らが出たのはこの辺りだ。ここを下ればもう湿地帯です。足元には気をつけて。ああ、慎重に行こう。この辺りも随分荒れたもんだ。黒の一帯が迫ってるからな。こうもなるだろう。人が住める場所ではないか。ええ、この先の村も随分前に打ち捨てられたようですね。行くぞ。通りだ。このまま奥の方も探ってみましょう。村の跡地か。どうかご用心を。
りいたか。魔法を使ってくる奴がいます。お気をつけて。数が多い。タイラ、手分けするぞ。この先に村の広場があったはずだが、なんだか嫌な予感がするぜ。誘い込まれたか、クライブ様。ああ、いるな。あいつが頭だ。
まずは目の前の奴らを片付けるぞ。ウェイド、気を抜くなよ。やってやるぜ。あとはあいつだけだ。自分だけ逃げるつもりか、あの野郎。追うぞ、仲間の元に返すな。
いたぞ。あいつ。逃げ場はないぞ。止まれ。ご注意を。気を引き締めてかかりましょう。
切りましょう。どうぞ。すまない。参りましたね。ゴブリン族だけでなくモルボルまで現れようとは。討伐隊の編成を進言しよう。このままでは遠からず民に被害が出る。そろそろ行きましょう。暗くなったら厄介ですよ。今ここを立てば日暮れ前にはフェニックスゲートに。何が起きてる？そして俺たちは囲まれた。まあ待て、ここからだよ。すげえのはクライブ様の剣さばき。シャキーン。ゴブリン族どもがバッタバッタと倒れてください。もっとエール、もっと話しよう。さあブレイコーだ。楽しめよ。教え子の活躍ほどうまい魚もないのよ、うん、これからがますます楽しみなお方だ。ああ、次は共に飲み明かすさ。
どうした？宴の空気に酔っただけです。今日は一段と騒がしいからな。みんな兄さんを認めてる。そうだ、クライバー名実ともに立派なナイトになった。わしも鼻が高い。父上、この国ではドミナントが太后家にのみ生まれる。一体なぜなのでしょう。人はクリスタルの加護なしに生きてゆけぬ。その加護を民に広めるのはお前だ。ジョシュア、召喚獣を狩るドミナントの務めだからこそ太后家の血が選ばれたのだろうよ。精一杯励むがよい。緑の大地に思い馳せ、我らを導く紅蓮の炎、たつらなれ炎の旅、不死鳥の翼のもと、悠久の風の大地に。お前たち声が小さいぞ。まったく、一人でついてきたなんて、本当に大物になるかもな。こんなところにいたの？お前こそどうした？席にいなかったから。宴の時だけは、ナイトも休めるだろう。それに俺は賑やかなのが苦手だ。僕だってそうだよ。モルボル大治の英雄、みんな兄さんを慕ってる。そうでもない。俺は太后家の無駄飯ぐらいなんだから、せめて剣でくらいは役に立たないと能なしの嫡男だと笑われる。みんなが慕うのはお前さ。羨ましいよ。違う、僕じゃない。フェニックスの力を頼られているだけなんだ。再生を司る不死鳥フェニックス、この力は兄さんこそふさわしい。国の代表として立つべきなのは強い意志を持つ人だ。兄さんのように。それぞれに使命がある。はるか遠い昔からこのロザリアではドミナントが太后となって国を支えてきた。そして存亡の危機に立たされるたびに炎の中から現れたフェニックスが国を救ったという。ドミナントとして国を担っていく、それがお前の使命だ。僕の使命。俺は祝福を授かった。俺の使命はナイトとして
次期太后たるお前を守ること、何があってもな。だから辛い時は俺を頼ればいい。ありがとうお兄さん、やっぱり兄さんはすごいね。ほら、まずは自分の体を大事にしろ。わかったか？そうだね、先に休むよ。お休みトルガル。物資の搬入だ。お疲れさん、ずいぶん遅かったな。また行商の奴らがワインでも売りに来たのかと思ったぜ。あいつらしつこくてな。何を、支度が整いました。うん、手はず通りに。ジョシュア様、夜分遅く失礼いたします。ウェイドと申します。一体何事です？敵襲ですが、詳細は不明。すでに火の手が回っています。ジョシュア様は裏口から脱出を。わかりました、行きましょう。ジョシュア様、こちらへ。敵が入り込んでいるのですか？ええ、かなりの被害が出ているようです。今のは？ここは僕が。火が回ってる。お下がりください、ジョシュア様。いいえ、大丈夫、やれます。そんな
なのに、なぜ？治療なら僕が。ジョシュア、そのは大丈夫、必ず助けます。お願いします。ジョシュア様をよく守った。最高の働きだ、ウェイド。この恩は決して忘れん。ありがたき、お言葉。ここにも火が。こっちだ、早く裏口へ。ラステラン・トゥ・イサゲリス、ロザリスに届けばよいが。この先の北門に馬を止めてあります。父上はジョシアを連れて脱出を。そんな、兄さんも一緒に行こう。兄さんは僕のナイトだ、そうでしょ。だからさ、俺はお前を守るためにここで奴らを止める。生き残った者は北門に集う手はずです。お早く。
俺は使命に従う。お前も使命に従え。うん、分かった。父上を守るんだ。任せたぞ、ジョシュア。隊長、殺せ。一気に片付ける。容易に。クライブ様を魔法兵を、こちらを私が引きつけます。クライブ様、ご無事ですか？大丈夫。それより父上とジョシュアが心配だ。先を急ごう。
そのこれなら大丈夫だ。竜騎士を送り込んでくるとはザンブレクの奴らめ、戦を始めたいのか。いや、それにしては兵が少ない。ここを落とす気はないな。目的は何だ。もういいだろう、父上と合流する。クライブ様、お待ちを。出立前に配ったロザリアの飾り帯です。奴らが最初から紛れ込んでいたとしたら、まだ兵の中に。父上とジョシュアが危ない。急ぎましょう、馬を。殿下、ご無事でしたか。ご苦労。ロザリスに戻り隊を編成する。お前たちは道中ジョシュアの護衛を頼む。ジョシュア乗れ。ん、うん、うん、父上。残念ながら殿下、それは叶いません。俺、裏切ったか。下がれ、ブレーモン。逃げよ、ジョシュア、逃げよ。殿下、
正気を失ってる。くそ、何かあったんだ。ジョシュア！クライブ様、お下がりください。クライブ！アンブロシア、将軍、アンブロシアを早く。ジョシュア、苦しいのか。こんな時に俺はあいつのナイトだ。ジョシュアを守らなきゃ。どうすれば。クライブ、お前は誰だ。
やめろやめろ、それは弟なんだ、やめてくれ。ジョシュア、やめろ、やめてくれ。俺はあいつを守らなくちゃいけないんだ。頼む、お願いだ、やめてくれ。こいつはひどいありさまだ。フェニックスは死んじまうし、まったく困ったもんだぜ。それでどうされます、アナベラ様。どうするですって。ジョシュアを失った今、道などない。信仰芸家のお作りになる新たな世界に全てを託すだけです。そうですか。アナベラ様、こちらに。瓦礫の下で火から逃れたようです。連れて行きますか。必要ありません、殺しなさい。いえ、それはフェニックスの祝福を受けている雑卒にはなるでしょう。芸家の露払いくらいには役立つかもしれません。任せましたよ。連れて行け。おい、起きろ。これからこき使ってやる。